はい、皆さんこんにちは。萩原つくみの歌道場です。本日はですね、来年の1月20日に、あります、ビバオペラ公演、前回の動画でご案内させていただきましたけれども、これが1月20日で、公演を終わりまして、まあ、一区切りといいますかね。でそこから、新たに勉強するん、また次の課題に向けてねしていくんですけども、20日以降にまた新たに団員を募集いたしますので、そのご案内でございます。基本的には2月からですね、2月の第2、第4、毎月第2、第4、金曜日の、夕方6時から9時までですね、3時間行っております。で、まあこの節目にですね、募集でもし入ってきていただいたらですね、ちょうどその皆さん一から、スタートできるというところで、まあこの機会にということで、募集させていただいております。資格などは何もございません。今現在ですね、24歳ですか、24歳か5歳ですかね、最年少と言いますか。で最年長さんは75ぐらいの方ですか、っていう幅広い年齢の方が今在籍しておられまして、練習に励んでいるということでございます。でまあオペラですんでね、演技をしながら歌うと、それだけ聞くとすごく、まあ、ハードルの高い、ね、歌うだけでも大変なのにそこに演技をするなんてって思われるかもしれませんけれども、もうこれはねビバオペラの中の練習、一度まあ見学来ていただいても結構ですし、まあ、今ご紹介するどういったことをまあ、大事にしてお伝えしてるかと、いうことなんですけども、オペラっていうのはそのね、わざわざ演技をしなければならないとか、確かにそのね、何人かでこうワンシーンですね、一人ではなくて二人いたり三人いたりします。でその人たちがこう動くっていうのはね、ここでこう入れ替わってとか、この人がこっちへ行って座ってとか、この人が座ってるところは立ち上がってこの人というところに行くとか、こういったことっていうのは、これは当然起こり得ます。日常の中でもこれは普通に起こることですよね。ある方のところに喋りに行く、この遠いところから喋、るっていう演技もあるで、演技というかね、そういうシーンもあるでしょうけども、普通に喋るんであれば、その人のそば、まで行って喋るという、まあ至極、普段の生活の中で起こっていることと何ら変わりない動き、まあこれをまあお芝居って言ってしまうと難しくなってしまうわけで、結局はそのシーンで必要なことをしているだけで、この人がこの人とひそひそ話をするってシーンがあったら、当然近くへ行って、もう一人いたとしたらもう一人の人に聞こえないように近くへ行って喋りますよね。ただこれだけのことです。で、演技っていうものについて、特にそのビバオペラなんかで、お伝えしているのは、皆さんその、何かそこで表現しなければいけないという、まあ、ある意味脅迫観念に、こう、囚われてと言いますか。まあね、脅迫観念っていうことではないんでしょうけども、要するに何かこう、まあ、したい方がね、表現したい方っていうのが確かに多いんです。あのメンバーの中には、すごく表現豊かな方と言いますかね。まあ、そういう方が多いんで、どうしてもこう、大きなこうジェスチャーになっちゃうとか、手をこうね、で実際のところはそういうことではなくてですね、演技というのは何と言いますかね、ごく自然に日常の中で、僕がお伝えしてるのはですよ、日常の中で本当にこのシーンがあったらあなたはどうしますかというところから始めるんです。この、シーンの時にはこう手を広げてこのようにとか、
こんなことではないんですね。あなたなら、こういう気持ちになっていて、こういう言葉を吐くときに、どういうふうになりますかという、もうごくごく自然な気持ちからのこの、反応といいますか、それが、本当の意味でのお芝居につながっていくことなんですね。何も手を一つ挙げることが、これはお芝居ではなくて、ね、その見せ方というのは一つ一つ何かこう、学んでいくものっていうのは、ノウハウといいますかね、そういう技術というかそういうものはあるにしてもですね、基本的なところはそんなに難しいことではなくて、まず気持ち、その気持ちになった時に普段なら自分どうするであろうか、ね、例えばすごくびっくりすることをこの人が、ある方が、ここで告白したと、ね、ってこれは驚いてるふりをしているだけであって演技ではないんですね。だから逆にその驚いているふりをする演技というものが台本に書かれているのであれば、これはわざとこう驚いている、この人に私は驚いているんだぞってわざわざ見せるとふりをして、こういうことっていうのは成立しますけども、こんな驚き方って普通しませんよね、普段の中で。なんなら、どういうんですかね、硬直するというか、その聞いたことがあまりにもショッキングなことで、一時思考が停止する。理解できなくて。で、って言うと、思考停止したら体は止まりますよね。何もこんな風に動かないです、普段ね。だからそういうことを突き詰めていく練習といいますか。リバオペラというのは、普段ならあなたならどういうふうに反応しますかというところを一人一人がその自分に自分と向き合って、考えて、それがお芝居になっていって、でそれが一つのそれぞれの方がそういうふうに作っていくな、作っていって、で一つのお芝居に最後になると。でその作り上げていく中で、私はこういうふうにしてくださいとか、ほとんどそういうことではなくて、ここならあなたならどうしますか、で今されたのはこういうふうに見えてますよと、今の、演技といいますか、なんかされた、動きというのはこういうふうに視聴者としては見えてしまっています、だから、違う方法を選んだ方がいいですねとか、そういうことの、試行錯誤をしていく場といいますか、それで自分の、最終的には、お芝居演技の腕を磨いていくということですんで、何もそのね、こんな風に大げさに何かをするとか、私こんな手挙げるなんてできないわとか、そんな風に思う必要は全くございません。なんなら本当に普段生きている中でのことをそのままステージされれば、で、それは歌いながらっていうのはね、当然ついてきますけども、自然な動きを目指していくというか、それが、ビバオペラの目指している、私の目指しているオペラというものでございます。見てる人にとってとっても納得いく、自然に見られる演技、シーン、オペラというものを目指しているんで、皆さんもね、難しく考えずに、一度やってみようかなと思われる方、ぜひともね、一度見学に来ていただきたいと思います。本当にね、75歳の方、前に書いてましたように、75歳の方が25歳の役をしなければいけないと。ね、25歳という、筋力も違いますし、どういうふうに立ちますかっていうところから始まるわけですよ。ね、75歳の方、25歳でどういうふうにしたら演技になるんだろう、25歳の若者になるんだろう。まずは、25歳の男性、青年、どういうふうに立つか、
どういうふうに歩くか、今歩いているのとどう何が違うのか、これはまあね、街中歩いてたら若い人いっぱい歩いてますからね、それ観察力ですね、見ていて、あ、何か足の運びが違う、足の上げ方が違う、背筋が違う、そういうところからヒントを得てその役を作り上げていくというね、まあそんな舞台の上では華々しい世界のように思いますけども、とっても地味な作業のいる、ですんで、まあそれはある意味その突き詰めていくという作業としてはとっても面白いことであって、ですんでね、ぜひとも、一緒にですね、こうやって勉強を体験していければ嬉しく思います。それでは今回はビバオペラのご案内の回でございました。それではお風邪などひかないように、インフルエンザも流行ってますんでね、はい、お元気で、お過ごしください。それではさようなら。